じゃなかったらまだ半分ぐらい回したかもしれないですけど、まあ、とりあえず気をつけないと。なんか来た。いなくなった。発電機回してなかった。危ねえ、助かった。角の方だ。なんか、トラッパーとかの音みたいな、初期の音。だから、あれを撒いてないから、プレーンじゃなさそうだけど、なんか、カニバルだ、カニバルだ。そう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 。言われりゃそうそう。ここには多分しばらく来ない。一番初めに来たから、ここ。これ、奇跡的に回してなかった。状況把握ができてなかったから。回せなかった。多分そっち。なんか聞こえるよ。ジャンプ。うわ、やば。ああ。今のはね、やばいことになりかけたけど。まあ、救えるでしょ。まあ、しょうがないよね。回してもいいかもね。三人一救助体制取らないで。発電機とか、なんかそっちの小屋の車のあたりっていうかに行ったような気がする。大丈夫。多分。あっちの、最初に捕まった方が小屋のとこで戦ってる。最初に捕まった方が小屋のとこ。発電機が回せてない方が痛いよな。そうやな、痛いのは。小屋、小屋回しました？小屋回った？回ってる。もう死の子の言ってらんねえな。別々なとこ回す余裕はない、多分。大きな被りを発生してる。耐久時間もあるが、こっちまで来たら、みんなが、うん。そう、なんかキャンプ気味だから。あ、でも来たらぐるっとみんなで協力すれば。俺もちょっと救助体制入る。大回りから行ってみます。こういうふうに時間かけるべきだって。絶対まだまだ行くよ。こっちの方
発電機回ってる方に逃げて。あ、そうそう、発電機回ってる方向でいい。回ってる方向だったらキラーは一番嫌な位置だから。回復するんで大丈夫です。回してください発電機。これケイト任せてください。うん、連動連携終われば他のところがギリかもしれないから他のところに行こうかと思ってる。頑張ってもらってる間他、他が多分80割型ついてるはず。あ、てかついたんだ、他がついたんだ。じゃあ他がでもついたんだ、よかったね。アーミアさんのエリア以外に何かあれば、一応動きながら見よう。ああ、キラーが来てる可能性はゼロじゃないの。うん、この辺にいる。大丈夫。うん、ガード硬いから慎重にやろう。向こうが回してくれてるから、無理しなくしいい。アンフォーシンとかないよね、今話題の。突然後ろからカニバルが襲ってくるとかないよね。大丈夫、縦に分かれてやればいい。向こうチームとこっちチームで。来たら逃げる、来たら逃げる。どっちかは確実に回ると思う。おや？沖縄エリアにあればな。おや？おや？おやも超リスク多いんだ。あ、いいや。この二人が回してたとこに戻ろう。と思われるところ。ここしか多分逆転のチャンスはないし。ここで、見える、向こう側に。あれ？ここ回してねえじゃん。ここじゃねえのか。来ました、僕のとこに。やらかしました。よし。チームプレイ。もう一箇所もあればな。もう一箇所回してくれさえすれば。終わったら俺小屋の方行きます。思いきや今のためのゲート開け。バルマ。驚くスピードの。ああ、なかなか重いようにいかないな。お。三人の位置がわからん。処理していくべきか。あれか。木村優が狙われたりと回せないのか、俺。変だなこれ、大惨事。あ、オッケー。
でも狙えないんだ。俺も行くか。入ろう、4人目が。俺が入らないと多分ダメだ。勝てると思ってプレイするんじゃない。こういうプレイは良くない。よし、チームは犠牲にしたがいいんだ。ああ、どうお願いします。これしか手がない。チーム戦で勝つ、自分を犠牲にしても救助ミスなんだから。まあ救助ミスだから。まだ戦える。ああ。よし、行くしかない。向こうエリアに最後の希望、角の向こうエリア、ここやんとこ。あ、当然 OK。早く抜けてもらうよ、体勢取るんで。でもギリまで押します。おお、よかった。じゃあ止まれるんで、今日はねギリギリのとこで。ああ、治療ポイント。ああよかったよかった。ああ、よかった。はい。キラーはね、敵は強いからね。なかなか。救助失敗でも、基本通りの、この発電機をつけさせて逆方向に逃げるのも勢いです。なかなか、厳しい守りになってたから。